講談玉田家ラジオ。この番組は四代目玉田玉秀斎と弟子の玉田玉山がお送りいたします。はい、始まりました玉田家ラジオでございますけれどもね。はい、玉山さん、はい、全力で白馬闇、はい、新企画いよいよ始まりましたね。はい、そうでございます。題しまして講談玉田動物園でございます。はあ、すごいね。はい、玉田家はついに動物園までやり始めたね。すごいですね。どうなの、入門した当時動物やると思ってた？いや、思ってはいなかったですね。もしやるとしたら何の動物やろうと思ってた？まあでも、もしやるんやったらパンダです、やっぱり。ほんなら良かったやん。そうですね、一番良かったです。何、今まで良かったことがなかったのに？いや、動物の中でパンダで良かったなって思って。ああ、そっかそっかそっか。これで虎をやれとか言われてたら、やっぱりちょっと迫力不足やと思うんですね。ほうほうほう。虎にはなりきれずにちょっと乗り切れないっていう感じだったと思うんですが。なるほど。パンダってやっぱりその、のんきじゃないですか。のんきのんき。で、なんか大体ブスッとしながら寝てるか食べてるかじゃないですか。うんうん、そうやな。僕じゃないですか。なるほどね。一番そのパーソナリティに合ってる動物を選んでくださったなっていうので僕は結構乗ってやってますね。はい、ねえ、でも好評ですよ。あ、そうですか。うん、意味分からへんけど面白いっていう。はい、やってる方もあんまり意味はよく分かってないのかもしれないですけどね。まあ、でも張り扇の音ってやっぱりすごいね。ああ、はい。やっぱりね、僕たち普段は一人でやってるから、はい、別にパパンパンダとかって言わへんわけやけど、はい、張り扇が言うてくれてんねんなと思って。あ、そうです、ね、パパンパンダって言ってたんやと思ってな。はい、うん、気持ちいいですね、張り扇。気持ちいいね。はい、どうなん、どっちの方が好き？張り扇役になるのが好きか、修羅場を読む方が好きか。ああ、これはですね、うん、もう結構張り扇役は楽しいですね。あ、そうなんや。はい、張り扇役楽しいですね。ああ、そう。はい、この修羅場読みに関しては、内容に関しては、自分でやる方の側を自分で作るっていうことやからね。そうですね。修羅場読みをこんだけ大量に作ったことあるの？はないです。やっぱりちょっとまだうまくいってない感じがします。なんかこうやっぱり修羅場読みなんで独特のこのリズムがあるんで、うんうん、こう情報をまとめて修羅場読みっぽくなるようにこう口に出しながらやるわけですけれども、うんうんうん、いざ会場に入って、大きい声でいつも通りガッと全力でいくと、うん、違うなみたいな感じになることが多いので。あ、そう。ちょっと想定ができてないんやなと思いながら今日もやってましたね。はい、それはなんなら僕がやってる修羅場はどうなの？は気持ちいいですね。それ入りやすい。パッて、もう入りやすい。張り扇役もしやすい。僕もその修羅場を自分で気持ちよく語れるような修羅場を書いていかんといかんなと。あ、そうですね。じゃあパンダの成長を、はい、皆さんにご覧いただけるということでございますのでね、はい、でぜひ講談玉田家と講談玉田動物園、はい、そうです。こちらの方もお楽しみいただきたいと思います。講談玉田動物園ね、新企画始まったところですけど、はい、すごい世界広がってますからね。あ、そうですか。今もうだべってるだけですけど、だべってる中でこれこんなんできんちゃう、あんなんできんちゃうっていうので、講談玉田動物園もかなり広い世界に行くんじゃないでしょうかね。はいはい、そうですね、うん、世界を見据えてますね。だって動物園って言ってるのにまだパンダしかおらんからね。ああ、そうですよ。これは大きなヒントが出ましたね、今は。はい、まだパンダしかいない。果たしてどうなっていくのか、ね、どうなるんでしょうかね。はい、ということで、今後も皆さんぜひ、講談玉田動物園お楽しみください。そしてですね、全力で修羅場読みは講談玉田動物園だけじゃないんですよ。はい、それ以外にも、何ですか、特別給付金の講談もしましたね。ああ、しました、はい、あれすごいね。あんな説明文講談でやったらなんかほんまに申請しに行かなかと思うね。あ、そうですね。僕の、ツイッターのフォロワーの方が、うん、あれを見てくださって、うん、つぶやいてくださったのが、うん、あ、マイナンバーカードがなくても取れるんやねっていうことをつぶやいてて、僕たちの講談を見てから、うん、給付金を取れるってことが分かったってことだ。あ、すごい、役に立ってる。いやー、すごいです。やっと社会つながれました、講談で。嬉しい気持ちです。はい、ね、普段さ、講談会だけ、はい、いわゆる生のライブだけでやってた時とはちょっと違うお客様とつながられてる感じはあるね。そうですね、はい、嬉しいです。やっぱりネットの時代よね。はい、気づくの遅すぎたかもしれないです。この全力で修羅場読みですけれども、はい、案外皆様のリクエストを簡単に引き受けます。本当にそうです。軽々しく引き受ける。多分今
今そのフェイスブックとかツイッターとかでね、はい、書いてもらった、はい、こんなんできんのあんなんできんのっていうのはほとんどやってるよね。ほとんどやってますね。やってないのあんのかな。どうなんでしょう。そうですね、漏れてるのがあるから、僕たちが実は気づいてないまま流れてる可能性ある、ね、もありますね、はい、なのでぜひ皆さんですね、これ全力で修羅場読みやってほしいっていうものがあれば、もう気軽にこちらまで、メッセージください。はい、アドレスは、丸山4520 @hotmail.co.jp maruyama 4520 @hotmail.co.jp までお願いいたします。はい、お待ちしております。さて続いてのコーナーは、たまたまこんなニュース見つけました。さあ、玉山さんが将来のコメンテーターを目指して、はい、これを経験値として頑張っていこうというコーナーでございますけれどもね、今回、はい、玉山さんが見つけてくださいましたのがこちらのニュースです。はい、夕刊フジから代表的なアゴや新庄剛志の NPB 復帰宣言に野村克也さんが送った遺言ということでございましてね、はい、代表的なアホやという言葉ですね。で、まあ、日米球界で現役復帰を目指している新庄さん48歳、はい、2月に急逝されましたのが阪神時代の恩師の野村監督でございますけれどもね、復帰宣言聞かれたんですね。で、その時に、こう言うたそうでございますよ。あの新庄選手が復帰するようですけれどもって言ったら、代表的なアホや。で、連絡はと、はい、ないよそんなもんあるわけない。で、47歳になりましたけれどもっていうふうに聞きましたらね、はい、取るとこあんの。人間が絶対勝てないものに時代と年齢がある、都市には勝てないよそりゃ無理だ。完全否定ですね。すごいですね。でさらにね、この方が聞くんですね、阪神監督時代に投手もやらせたし足も肩もすごかったと、うん、するとさすが、はい、天才だよ頭はともかく。代表的なアホですから ね、 ね、はい、もう衰えているでしょうかという質問に対してはそうやろ一言ですね。夢を持つのはという質問に対して勝手だよ。デュエットソングみたいになってきましたね。だんだん野村さんすごいですね、はい、すごい面白い言葉ばっかり言いますね。ね、このインタビュアーの方もまだ食い下がりますね、はい、野村監督は50歳まで現役をやりたかったと言っていましたけれども、まあ、西武で45歳で引退されましたけれども、はい、っていう質問されたら、目標はいくらでも作れるけど現実は難しい無理だ。ですね、いや素晴らしいです ね、 ね、これはどうなんですか、なんでこれを取り上げはったんですか。いや、まあ、野村さんっていうのはやっぱり本当に面白い人やったんやなと思って、うんうん、僕は阪神タイガースファンなんですが、うんうん、阪神 の、 その試合を見始めたのがちょうど野村さんに監督が変わった頃やったんですが、うんはい、その頃からずっと面白くて、うん、やっぱり最後にこんな面白い言葉を残していったんだっていうことを講談師としては絶対紹介しなきゃいけないだろうと、うん思ってこのニュースを取り上げさせていただきました。でもこの記事最後すごいね、はい、あの一応新庄選手の YouTube をこの記者さんは確認したんやろね、はい、ほんならこの記事を読んで YouTube で新庄選手がこう言ってたそうですね。それは多分わざと、もう一回プロ野球をやってみろ、やったら大したもんやぞという気持ちのコメントをしてくれたと勝手に判断した。どこまですごい人なんだろうなと。新庄さんが勝手にこう思いはったよね今、どうですか、やっぱりこの新庄さんと野村さんっていうのは師弟関係だけじゃないですか、うん、師匠はこのような師弟関係はどのように思われますか。いや素晴らしいんじゃないですかね。ですか、だからもう師匠は書けないわけでしょ。まあまあそうですね、言ったらもう弟子がやりたいようにやって、はい、ね、師匠がいやいやちょ待てよ待てよ待てよって言ったら、うわー待てよって言ってくれた。待てよって言ってくれたというのはどういうことかというと、今自分がちょっと疲れてる、ちょっと休んでもっと頑張れということやっていう。なるほど、師匠は待てよっていうのはもうやめとけよっていうことやけど、弟子からしたらそう取らないっていうことでしょ。やっぱすごいよね。すごいですね、うん、2人とも偉人やなと思いますね、うん、はい、この師弟関係いいんじゃない。いいですね、僕もじゃあ止められたら、うん、ああ逆にやれってことですねみたいな感じで
やっていこうかなと思いますね。将来あるかどうか知らんけどね。そうですね。基本ラインは言うことを聞いていきたいと思っております。はい、ということで、はい、たまたまこんなニュースを見つけましたのコーナーでした。はい、さて続いては関連項目で続き読み。この関連項目で続き読みももうこれ講談師らしい企画やね。はい、そうですね。最初にダーウィン、阪神のダーウィンやってきました。はい、でそのダーウィンがイタリアの野球リーグでプレーしているところからマルゲリータピッツァというお話になりました。はい、そのマルゲリータピッツァというのがナポリでできたということでございまして、ナポリ、そっから喫茶店のナポリタンに話が飛びます。で喫茶店と言いますとクリームソーダ、はい、そしてこのクリームソーダというのがもともとルートビアで作ってたということで、このルートビアというのがアメリカアルカプレの時代に禁酒法時代にはよく飲まれたということでございますね。はい、でそのアルカポネからロバート・デ・ニーロが出てきまして、はい、玉山の物語が始まったというところが先週でございましたね。はい、ということで、私が、はい、今週はその続きをお話しさせていただきたいと思いますね。はい、丸山俊吾、おとん、働きたくない大学演劇役者、ロバート・ディニード、アンチャッチャブル、アルカポネ、ハゲてる、髪の毛太った、浅野忠信さん、まるまる太った玉田玉秀斎というキーワードが私引っ張ってまいりました。はい、ありがとうございます。選手玉山。完璧な方やと思います。しゃべった中から。はい、そこで、本日私の関連項目で続き読み、このようにさせていただきました。時は2004年4月の末、玉田玉秀斎がまだ極道南行と名乗っていた時代、あることがきっかけでロータリークラブの GSE プログラムでブラジルはパナナ州の各地を回っておりました。メンバーは講談師以外に経営者、役人、学者、料理人という変わった組み合わせ。なんでや、ブラジルに着いたその日に食べたのがシュラスコ、次の日に食べたのがシュラスコ、3日目も4日目もシュラスコ、そして今目の前にあるのもシュラスコ。仕方ないやろ、シュラスコはブラジル料理や。地球の裏側からやってきた僕たち5人にブラジルを堪能してもらおうと思ってくれてあるんや。そんなこと言うてもな、シュラスコは料理というほど料理してないで。肉が丸々剣に刺された状態で焼かれて、それを目の前にダーンと置かれ、切り分けてくれるだけ。料理してないやん。あのなあ、それも料理や。それが料理じゃなかったら刺身はどうなんねん。あれも切っただけということになるね。まあまあええやないかいな。人生でこれだけ肉を食べることはもうないやろ。こうして10日連続ブラジルの方々のおもてなし料理、肉の塊シュラスコを食べ続けた5人の体はどん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 と重たくなってきた。おい、みんな喜んでくれ。今晩はシュラスコちゃうらしい。長男、僕たちが来るのを先方が忘れてたらしくて、シュラスコのレストラン予約し忘れたみたいや。え？俺たち来るのを忘れてたの？ブラジルらしいな。まあまあ、そんなことでは驚かなくなったけれども、ああ、でもラッキーやな。今晩はシュラスコちゃうんか。よし、みんな食べに行こう。こうして5人が危機としてテーブルに着くと、5人が今まで目にしたことがないほど大きなちゃぶ台ほどもあるピザが3枚運ばれてきた。5人の戦いはまだまだ続くわけでありますが、35日後日本に帰った5人はアルカポネのように太っていたのでございました。という、はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。講談でございましたけど、ね、シュラスコ僕食べたことないんですよ。ずっと食べたくて。あ、そうなんですか。もうお腹空いてきました。はい、シュラスコさすがに35日間ずっと食べ続けると、はい、もう肉食べんでええかな。
ということでね、はい、今日は、この講談から、頭の中でいろいろ想像していただいて、はい、来週は関連項目を、玉山さんがやっていただくということでございます、はい、ということで、今週も皆様聞いていただいてありがとうございました。この放送は大阪北浜に立つ間もなく築100年になります指定文化財青山ビルさんからお送りしました。お相手は玉田玉秀斎と弟子の玉山でした。ありがとうございました。